あとダンス、ダンス、あ、ダンスもそうですね、はい、うどんダンスやってるんで、なんか MV みたいな感じに、うん、仕上がってるんで、結構クオリティが高くて、うん、で俊太郎くんもすごいダンス初めてで心配してたんですけど、もう本当にめちゃめちゃいい感じに、そう、ね、踊れてましたよね。なんかね、加工ですごいなんかより踊れてる、より踊れてるより踊れてる感じがした。確かにそうです。お願いします。お、はい、チキン南蛮ぶっかけうどん。わ、さすが宮崎さん、ね、はい、もうこれはやっぱ地元愛というか。そうですね、やっぱり地元郷土料理をうどんに詰め込んで。めちゃくちゃ美味しそうじゃん。チキン南蛮が乗ってるんでしょ、はい、そうです。タルタルも、はい、タルタルソース もうぶっかけていただいて。最高じゃん、はい、麺に絡めて食べていただければ、最高の一品になるんじゃない、じゃないかなと思います。丼、はい、の柄がね、センスがいいよ。いや、これちょっと間違えたんですよ、本当は。あ、間違えたの？本当はこのバランスが、本当はこういう風に書いてて、でもちょっとバランスおかしいなと思って書き直して、これをちょっと柄、うん、めちゃくちゃうまくごまかせて。、はい、ああいう柄の丼ありそうだもん。はい、うまくごまかせました。いいです。もう今回演じさせていただいた赤松というキャラクターがですね、結構濃い癖のあるキャラクターで、最初は本当にどうやって演じようかなっていう、まあ、不安だったり葛藤はあったんですけども、まあ、やっていくうちにすごく赤松の魅力だったりとか、そういう赤松に対してなんかすごいリスペクトする部分も出てきたりしたので、自分自身が本当に楽しめて、お芝居することができたなと思いますし、まあ、何よりこの赤松というキャラクターは今まで自分が演じてこなかったようなキャラクターだったので、本当に自分の幅を広げてくれる役だったなと思います。はい、癖の強いキャラクターでしたね。そうですね、なかなかこういう役は、まあ、演じないっていうか、そういう役を演じると思ったことがなかったので、はい、最初はすごく不安はあったんですけども、はい、なんとか無事にやりきれることができました。はい、はい、